モプティ州はマリ共和国の州。州とはモプティ。モプティ州の地域は1820年にはマシーナ帝国の支配下に入った。その後トゥクロール帝国の支配下に入った。19世紀末にはフランス領となった。マリ中央部に位置し、北をトンブクトゥ州、南をブルキナファソ、西をセグル州と接する。ニジェール川が 州の中央部を貫流しており、最大の支流であるバニ川が、州とモプティでニジェール川と合流する。そのため、州中央部は広大な内陸デルタ地帯となっている。マリ最高峰である標高1153メートルのオンボリ山もモプティ州にある。気候的には、モプティ州は全域がサヘルに属する。住民はバンバラ人、フラニ人、ドゴン人、 損害人、ボゾ人が多い。周東部には、バンディア柄の断崖があり、ドゴン人が多く住む。モプティには、空港がある。ニジェール川は交通の大動脈となっており、増水期には、西のクリコロやセグー、東のトンブクトや、ガオまで船が就航する。この地域は、灌漑農業が盛んで、ニジェール川の漁業や内陸デルタの稲作も、行われている。 観光地としては、世界遺産であるジェンネンの泥のモスクや、バンディアガラの断崖に住む、ドゴン人の集落などがあり、世界中から観光客が訪れる。モプティ州の県モプティ州は、8県に分かれている。バンディアガラ県、バンディアガラバンカス県バンカスジェンネ県ジェイネ、ドゥエンツァ県ドゥエンツァ、オンボリコロ県コロモプティ県モプティ、セイバレー、こんなテネンクー県、 テネンクユワルーケンユワルー2001年時点、の人口は2037,330人。ありがとうございます。